昭和29年のラショア島、スリデガンウシ牛ル島、ケトイ島、シムシル島スリデ岩は、千島列島の中部に位置する岩礁である。ロシア名は、スレドネワ島、英語表記はスレドニー。地名の由来は、ロシア語の、スレドネワが変化したことからだと思われる。牛シシル島とラショア島の中間、やや前者よりのスリデ海峡にある、平岩、黒岩、ラッコ島、 中岩などの岩礁群を総称してスリテ岩と呼ぶ場合と、その中で最大の平岩を指す場合とがある。なお、スリネ海峡は岩礁が走っており、海上に出ているスリで岩の他にも多くの暗礁が存在する。そのため、潮の流れが非常に激しく、千島列島の海峡の中にある難所の一つに数えられている。平岩は海面上に36メートル突出しており、 海底火山の頂上にあたる。1880年頃に噴火した可能性があるが、詳細ははっきりとわかっていない。明治中期の資料には、シュレーハキネイハ島と表記されているものがあり、またスリド岩との表記も見られ、ロシア名のスレドネワから日本名のスリデ岩に変化していく過程が読み取れる。また、牛シル島の北島をシュレーハキネイハ島とする資料もある。なお、 チュプカショトには、カンカンカイエとの表記があり、こちらはアイヌ語で、カンカンカイペという意味である。当時の行政区分では、北海道根室振興局管内のシムシル軍に属していた。現在は、ロシア連邦が実効支配しているものの、日本政府は国際法上、貴族未定地であるとしている。ありがとうございます。